くあるじゃないですか、浮気バレる原因で寝言でバレるみたいな。2人にはある寝言の失敗談。なんかたまにあるんですか、そのエミリーさんも男の名前を呼んで敬礼することとか。妻が 寝言で知らない男の名を何度も呼び痙攣していました。気になって仕方がないです。問い詰めた方がいいですか。どうですか、女性として。問い詰めた方がいいんじゃないでしょうか。痙攣するっていうのがまずちょっと不思議なんですけど、うん、なんかたまにあるんですか、そのエミリーさんも男の名前を呼んで痙攣することとか。ないです、ないです、ないです。そんな日常茶飯事じゃないです、その現象多分。でも寝言で男の名前を叫ぶっていうのはよくあるんですか。いや、ないと思いますよ。まあ、寝言だから分かんないですけど、なんかそのよくあるじゃないですか、浮気バレる原因で寝言でバレるみたいな。はいはい。あります？僕寝言で多分ちゃんと言葉を発することないと思うんですよね。なんかゴニョゴニョ言ってるとかはたまにあるんですけど、うんうんうん、で僕人の名前とかそういうなんか頭を使わなきゃいけないことが多分寝言で出てこないと思うんですよね。一緒だと思います。私もなんか一回お母さんに言われたのは行ってきますって言ってましたとかは言われたんですけど、多分そういう感じですよね。あ、夢の世界的な何かにね。あ、そうそうそう、分かんない、どこに行ったか分かんないけど。でもなんか寝言でそれに乗っかって会話をすると良くないっていう話ありますよね。え、そうなんですか。なんかそのじゃあ行ってきますで、あ、行ってらっしゃいとかって会話をしちゃうと、その本来寝なきゃいけないのにその会話に引っ張られて結構寝言の人も会話になっちゃうらしいんですよ。で寝てる間にその無意識でずっと会話をすると本来休まなきゃいけない状況で脳を使っちゃうので、なんかすげえ疲れるとかで、なんかあんまり健康に良くないっていう話を聞いて、友達が寝言言ってる時僕必ずきちんと話しかけるようにしてるんですけど、なかなか返事もらえないんですよね、寝言に。そうですよね、うん、なのでちょっと試していただけると。悪いな、寝言にちゃんと話しかけて。次回のゲストは、ここ大事なポイントなんだけど、適応障害って不真面目な病気だと思われてるけど、適応しようとするから適応障害になるんですね。